神吾でございます。え、ただいまあの小敷の親方が参りまして、今晩この屋敷をつむじ風の一味が襲ってくると申しております。 あんまり強そうな内容な。お前の話を信じていいんだな。今までも間違った話は一つもしなかったはずだすが。よし、わかった。金をやりなさい。はい。これあ、これはなんとも。神吾、侍をもう少しよこしてもらうよう藤原様にお願いしよう。さようでございますね。それから村の者どもにもつむじ風が来ることを教えといた方がいいだろう。食べれた。ダメだ、こんな日は商売上がったりだ。みんなどこへ行くの？つむじ風が引き上げるまでその辺の山ん中に隠れるんだ。花じゃねえのけ。あれ、じさま。そっちのわらしは？うん、雪ってんだ。じさまも山へ逃げるか？今日は逃げねえ。なして？男どもは逃げねえ。オラ方はつむじ風をやっつけることにしただ。ほんとけそれ？本当だ。どうやってやっつける？百姓衆がどうやって？そんなことをお前が聞いても仕方ねえべ。それより今夜早く打ち切れ。じいさま、みんなが余ってるだぞ。おい、そうか。みんな、あれが行け。花はどうした？くたびれて途中で眠っちまった。花らしいな。あ、雑炊、オラも食べるぞ。で、早くもれ、雪の分もだぞ。花、遅れてきやがって年上の門に用事を言いつけるやつがあるか。年上に口が聞けねえなら、オラ誰にも口が聞けねえや。お前ら今まで何してたんだ？おら、雪におもらいのやり方を教えてやってたんだ。バカ、こんな日におもらいができるか。かっぱらいならいいんだ。ほら、俺はそんなこと一言も言わんぞ、ほら。村の人たちが今日は野党と戦うって。まさか。爺様がそう言ってたぞ。あの爺様が？オラも百姓衆が落とし穴さ作ってるのを見たす。すると本気なのかな。村の衆も勝ち目のないことするもんだな。いいか、一人に十人でかかれ。もし叶わねえと思ったらすぐ引け。命を粗末にすんな。一人に十人、何しろオラ方の方が数が多いんだ。来た、つむじ風が来たぞ。きれい、早く隠れろ。つむじ風は前にもここを通ってった。怖くないのか、花？怖いけど怖くねえ。つむじ風はいなかったな、親方。ああ、きっと本体は牧の向こう側を通ったんだ。五右衛門の屋敷に近いからな。すると今の一帯は？村へ行ったんだな。村へ？火をつけるぞ。それがあいつらのやり方なんだ。火を？爺様たち戦ってるべか。口だけだ、百姓が戦うもんか。五右衛門の屋敷はどうかな？侍の人数も増やしたから、つむじ風の連中もそう簡単には踏み込めまいよ。親方、五右衛門の屋敷さん行ってみよう。
今日は雇うどもがやられるな。獲物が多いよ、親方。よし、みんな見つからねえようにしろ。ひゃっほー。獲物って何？殺された連中から金目のものを引っ張がすのさ。やれ、また戦かな。いいか、ゴエモン。あの血も涙もない藤原君長がこの地に攻め込もうとしているんだぞ。いや、それは先ほど伺いました。だったら我が方に軍用金を出してもよかろうに。千年野党襲来の時も随分その方たちのために働いてやったではないか。あのことでしたら礼は十分差し上げたはずでございます。とにかく今手元には蓄えが。何？蓄えがないだと？貴様が百姓どもからどんなに絞り取っているかは。いえ、滅相もございません。ではもう一度聞く。軍用金は出すのか、出さんのか。何とぞご容赦を。さだと貴様はお怒りになろうぞ。どうした、こんなに早く。おら、今日戦に行く。なんだって？藤原貞時の陣さ、軍夫として行かねばなんね。それでおめえさ、あばを言いたかったんだが、朝が早いんで。なんで戦なんかの手伝いに？行きたくて行くんでね。田んぼも忙しい時だ。おらが行かなけりゃ、一家の働き手のおどがいかなくっちゃなんね。だども戦は綺麗だ。ここで静かに笛吹いてる方がどんなにいいか。アバ、ユキ、おめえつむじ風の時のように吹雪に乗ってオラを取り返しに来てくれるな。お侍様、お願いでございます。働き手の大亭主を連れて行かれたら、残った年寄りや私たちをどうやって食わしたらいい？お慈悲だから連れて行かねえでくろ。頼むす、拝むすな。女、泣くな。うざい。ちくしょう、ちくしょう。もう我慢ならねえ。やっちまい。誰か釜持ってこい。マキ、まっくりけろ。つらかろうがな、辛抱してけれ。爺様、そこどいてけろ。もう辛抱できねえだ。今手向かっても怪我人が出るだけだ。な、待ってけろ。お侍様、この村にはもう軍夫の割り当てがあって、その人数だけ差し出してあります。これ以上お連れになることは野良仕事に差し支えて村の暮らしが立ち行かなくなります。黙れ黙れ。貞時様のために働けば軍夫に取り立ててやろうというのにありがたいと思い。おら方はお侍などになりたいとは思いませぬ。どうかその者たちをお返しくだ。くどい。うわあ、来そう。うわあ、それ以上前出ると叩けるぞ。待て、今はダメだ。臆病な爺様の言うことなど聞くな。みんなかかれ。引け、引け。
侍の野郎めっちゃくしょべ覚えて気遣い。